はいそれでは今日も読書レビューをしていきたいと思います。一日一冊読書家のマルスです。このチャンネルでは私が一日一冊本を読んでその内容をご紹介しています。で、普段は比較的ビジネス書についてご紹介することが多いんですけれどもその他のジャンルについてもチャンネルページに再生リストが貼ってありますのでそちらからご覧ください。またこの動画の説明欄にもリンクが貼ってありますのでよければお使いください。 今日ご紹介する本はこちらの「餃子のような月が出た」というタイトルの本になります。で、えー、とちょっとこのジャンルをですねどういうふうに表現すればいいのかっていうのは分かんないんですけれども、えー、と小説ではありません。でまあエッセイっていうジャンルだと思うんですけれども、まあ、この著者がですね、えーとまあ、あの作家活動をしながらさまざ、あ、まなところに出かけていってそこで起きた、まあ、出来事とか。 えまあ友人との交友関係みたいなものをまああの面白く書いているというような内容になります。 で、えっ、ー、と、調べてみるとですね、この、えっ、ー、と、マシーナ誠さんという方は、あの。結構有名な著者のか、あの作家さんなんですかね。で、えっ、ー、と、まあ、映画監督なんかもやられてる方だそうなんですけれども。えっ、ー、と、これ、このシリーズになってるそうです。この餃子のようなシリーズなのか、えっ、ー、と、何なのかっていうのは、ちょっと実は調べきれてないんですけれども。まあ、ある程度シリーズとして発売されている本だそうです。で、ですが、えっ、ー、と、まあ、ちょっと端的に言うとですね、あの、私が、まあ、この本から、まあ、学ぶことができた。 内容っていうのはちょっと少なくて、えー、とまた小説でもないんでですね、えー、と何かこう、うん、と言いたいメッセージが伝わってくるとか、えー、自分の中で没入感のある風景が浮かぶとかそういう感じではなかったです。でこの作家さん著者の方が、えー、まあ置かれてる環境っていうのを、まあ、力の抜けたあの力の抜けたっていうのはいい意味で力の抜けた文体でこう、まあ、楽しく面白く書いているということでした。 であのー、まあ、ちょっと不安に思ってというかあんまり普段しないんですけれどもアマゾンのレビューを見てみるとまあ、ちょっと似たような感想もあって、えー、とまあこの椎名誠ファンの方もですねちょっとまあ内容が薄いんじゃないかというような、えー、内容もありましたなので、えー、とまあ、ちょっとどういった方におす,すめの本なのかっていうのは、まあ、難しいんですけれどもあのー 例えば新聞の連載とかでですねあの連載されている特に何もその取り立てて意味があるわけじゃないんだけれども、えー、まあ日常力を抜くのに面白いよねっていうような読み物としてまあ読むと面白いんじゃないかなと思いますもしかするとこの本自体もその新聞の連載とかに書かれてたのかもしれませんはいちょっと調べきれてませんけれどもはいそんな内容ですちょっとあの内容が薄くて申し訳ないんですけれども今日は以上になりますえっ、ー、とまあ まあ、あのもしこれ聞いていただいて何かまあ批判とかですねこういう本おすすめだよとかあればあのぜひコメント欄にですねコメントいただければと思いますで、えー、とちょっと最近ですねあの熱いビジネスショー4ペースが落ちてますので、まあ、あのそういったものについてもあの面白いものがあればぜひ教えていただきたいなとちょっと思ってます、はい、今日は以上になりますよろしければ、えー、チャンネル登録と、えー、グッドボタンの方もぜひよろしくお願いします失礼します